んこんにちは、リアンです。今日は、メーセンでコクーンジャンバースカートを作りたいと思います。これはいつかなんかしようと思ったのか全然記憶にないんですけど、ほどいてそのままなんかしようと思って置いてあった可愛いメーセンです。ほどいたのもらったんかな、ちょっとその辺は覚えてないんですけど、いつかしようと思ってずっとそのままであったやつで、メーセンでコクーンジャンバースカート作ります。大島とか他の着物の生地でも、普通のお洋服の生地でも大丈夫ですので、ぜひみんなやってみてください。こういつもワンピースとかチュニック作ってたんですけど、長袖とか重ね着できて調節するような大人可愛いジャンバースカートが欲しくって、一生懸命考えました。いつもよりはちょっと手順が多いのでかもしれないですけど、見てみてできそうと思ったらやってみてください。ここから先はいつもと同じ説明をしますので、知ってるよ聞いてるよっていう人はチュルルルッと飛ばして早送りして、次の作り方から見ていってください。今日は型紙を使います。型紙はこのタイトルの下の、このタイトルの横に日付202111なんとかっていう日付の番ナンバーを入れていますので、そのナンバーが型紙のファイルの名前になっています。ファイルは私とお友達、私ファイルは LINE でお友達登録していただけますと、すべて今までやったオープンにしている型紙のレシピすべてダウンロードできるところをご案内してますので、そちらより今日のタイトルの横のナンバー見てダウンロードしてお使いください。一回やっていただけるとちょっと見ていただけると思います。通知がうるさいなとか邪魔だなと思った人は通知をオフとかブロックとかしていただいて結構ですので、お気軽にご覧くださいませ。型紙の作り方は後で順番でお知らせいたします。今日の動画を見てよかったね、参考になったねとか思ってくれたら、まだやってないけどもしよかったらいろんな作り方ご案内してますので、チャンネル登録とかいいね忘れないうちに、今のうちにここら辺にあるのとかポチッとしていてくださると嬉しいです。最近字幕がここに前出してたんですけど、手元が見にくいっていうご意見もありましたので、自分でこのタイトルのところのこの辺のボタンをプチプチっと押していただくとオンオフできるように設定しております。スマートフォンの方はこの辺の3つ点点点ってあるところを押して字幕設定というところでオンオフできますので、それで必要な方は見てみてください。あと字幕はいつも動画アップロードしてから YouTube さんの自動翻訳で字幕をバーって最初つくんですね。それをちょっと分かりやすいように間違えた語訳とかあるので手直ししていくんですけど、だいたい間に合いません。アップロードして1日か2日後ぐらいに、はーって言いながら、ここ全然違うと思いながら入力し直してるので、その辺はご容赦願います。一生懸命頑張ってるんだけど、なかなか一人でやってると大変。そんなこんなで頑張ってますので、よろしくお願いします。お待たせしました、いよいよ作り方のご案内です。今日の完成予想はこんな感じになるはずです。一応ちゃんとできてたらね、いつも通りこう構想を練ってパターン練って作戦練って作るわけなんですけど、いつも上手にできるとは限らないのでヘマもしますんで、その辺のところよろしくお願いします。これ面線のいつかなんかしようと思って置いてあった、ほどいてあった切れです。寸法を見ると多分これ羽織やったんやと思います。羽織やったやつでまるっと全部使ってジャンバースカートでこうふわっと裾の絞った可愛いやつを作っていきたいと思います。で、型紙をさっきの方法でダウンロードしていただけましたでしょうか。では型紙の作り方からご案内したいと思います。今日は前身頃2枚、後ろ身頃2枚、合計4枚ダウンロードしていただきます。こういう風に、これ後ろ身頃ね、2枚あります。それで A4 サイズで入りきらなかったので、くっつけて使っていただけるように合い印をつけておきました。この点線とこの二重丸が合わさるように重ねてください。もう窓ガラスとか光の透けるところで合わせていただくと合わせていただきやすいかと思います。こんな感じでね。で、これをセロテープで留めて、縫い代込みです。この外のところ縫い代をカットしてハサミでチョキチョキ切っていってください。そうすると後ろ身頃の型紙と前身頃も同じように2枚合わせて切っていただくと、前身頃のこの要はカーブのところね、襟と脇の
ところの型紙ができるようになっています。懸命前は手書きやったんですけど、パソコンで引く練習を始めてます。だから線がスムーズじゃなかったり、一応縫い代1センチっていうことにしてるんですけど、絶対ここ1センチないっていうところは自分でこれぐらいかなって1センチにしてやってください。そのまま気にしない人は気にしなくて切っても大丈夫だと思います。今日はそのまま私切ったのを使っていきます。こういうところちょっと線いがんでるところはパソコンで上手に線が引けなかっただけなので、流れに沿ってチョキンと切っちゃってください。よろしくお願いします。これ合わせてセロテープで貼って切っていただくと、こういう型紙ができます。後ろ身頃と前身頃の、あとは直線で引けれるので大丈夫なので、ここのカーブのややこしいとこだけダウンロードにできるようにしてきました。作図は次の説明から始めていきたいと思います。メイセンのジャンバースカートの作り方です。用意するものは97cm× 単物幅の布が2枚、75cm× 単幅の布が4枚、102から105cm、ここが102から105cm で、26cm の布が2枚です。バイアス用に布を斜めに余っているところでカットします。4cm 幅で80cm と120cm、 2m ちょいあればいいと思います。型紙はダウンロードしてセロテープで貼って丸印で合わせて作っておいてください。縫い代付きなので外側の線に切っていってください。作っていきますよ。この色分けしてあるのは同じ模様ですが、配置が分かりやすいように分けています。一番長い布を真ん中にして、75センチの長さの布を両側に配置していてください。こうまっすぐにして配置してください。これを2枚用意してください。早速やっていきたいと思います。単幅で97センチが2枚、2枚も一緒に切っちゃいましょう。2枚合わせてね、私の特徴って あんまりきっちりしないのよね。だいたいもう型紙一番簡単にして、もうやりながら切っていくって感じですね。50センチ、カッティングボードのどっか一辺合わせてここで切ります。それも2枚合わせてるしね失敗したらどうすんの。私が失敗したらみんなせえへんだけやんな。はい、切ります。ピロ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 、はい、これで97センチが2枚取れました。んで、分かんなくなるから、これ貼っとき、メモ貼っときます。これピンクの箇所2枚。はい、貼れました。切れました。次、75センチが4枚。これね、多分前と後ろのところで型が割れてるところ。ほらほら。型割れてるところ。これちょうど前身頃と後ろ身頃ね。で、この長さだから羽織かな。150あるから背の低い昔の人の着物かもしれないですよね。ちょうどこれ半分に折って裾合わすでしょ。で、ここの切り目入ってるところと合わすでしょ。で、ピッと四つ折りじゃん。じゃんじゃん。四つ折りやんか合わしたらなんとこれ75センチぴったりやる。不思議。これ75センチぴったり、身頃を四つ折りにしたらぴっちり75センチでした。だから皆さん76センチとか73センチとか72センチでも全然 OK やと思います。ご自分の体型に合わせてもいいし、その着物で取りやすいサイズで適当に作ってください。で、これ切っちゃいます。よいしょ。じゃあ75センチ4枚ね。柄は一切やってないです。できません。やったことないですはい、じゃあこれが黄緑のところで、バイアス切っていきます。で、バイアスは生地に向かって斜めにカット、45度にカットします。この正方形のここと正方形の対角線で切っていくと45度になります。2つここのところとここの頂点と合わせて、これで45度、よいしょ。んで、ここから5センチ、1、2、3、4、5、ここや。で、こういう感じでバイアス取っていきます。バイアスは向かい合わせ向かい合わせ、こうやって折っ
て、こうやって配置して、ここの線とここの線をミシンで縫って開くと一本の線になります。これをつなげていってバイアスを作っていきます。バイアステープはこんな感じで、こんな感じでバイアスはカットされてると思います。したらこうやって向かい合わせでこんにちはってこんな風に重ねてあげます。ここの対角線からここをこうやって縫ってあげます。でバイアス縫うときは目ちっちゃい方がいいです。を縫えたでしょ。そしたらこれを起こしてあげるとほら平らになる。じゃあ同じ繰り返し。ではさっきカットしたものをつなげていきます。真ん中に一番長い布を置いて、その上に両端に置く75センチの布、印つけてある通りに置いていきます。中表に合わせてミシンでまっすぐ縫います。ここは耳になっているので、反物の耳になっているので、ここはジグザグミシンはいらないです。直線ミシンで縫い代1センチで縫って開いてでアイロンかけます。反対側も同じように、ここに端っこに合わせて1センチの縫い代で、下へ合わせてまっすぐ縫ってアイロンで割っていきます。それを2セット作ります。はい、じゃあ1センチの縫い代で縫っていきます。でも昔の縫い跡があって、そこがしっかり線ついてる場合は、たとえここが1センチじゃなくて13ミリとかでも、その昔の縫い目に合わせてやってた方が開いた時に綺麗だと思うから、この縫い目に沿って縫っていこうと思います。で返し縫いやって、はい、縫ってきました。どんな感じになったかっていうと、これもセットしたんやけど、じゃーん、真ん中長くって両サイド短い、図の通り縫ってきましたね。じゃこれを半分に折ります。真ん中同士合わせて、ここの下のここの下のドアにして置いたらこんな感じになります。準備してます。先ほどの布ができましたら、ここを中心で輪に折ってください。2つに折ります。こうやってペタンと2つに折れました。そしたら型紙を配置していきます。寸法は縫い代込みです。普通のミシンの人は赤い部分をジグザグミシンしておきます。型紙、前身ごろも後ろ身ごろも同様にこのように配置していきます。ここちょっと隙間あるけど、まっすぐここの下1本、ここの下に合わせてね、下から70センチのところにこの上の型紙を配置します。そしてここを 48.5 測って、ここ 6.5 測った点を型紙からその点に向かって結びます。ここの幅の中心、だいたい 24.5 ぐらいのところから斜めにこう上がります。カットするときにスムーズに滑らかになるように切るといいと思います。後ろも同じです。ここの下のラインから70センチのところに型紙を配置します。ここから 48.5 センチ上に 6.5 センチのところに印をつけ、真ん中のところから斜めに上がります。ここの型紙の端っこからこの印のところまでまっすぐ線を引きます。ここはカットするときになだらかになるようにカットします。それでここをまっすぐ真ん中で折りました。そしたらさっき使ったこれの登場、型紙今からパターン起こしていくよ。
一応縫った時にこっちの下に一直線に合わせて縫ったから、このまんま下から寸法を取っていくと上手に取れるはず。さっきの図にあったようにこの下のところから70センチ測ります。ここが下から70センチのところ、ここにこの切った端っこを置きます。置いてわーって書いてあるところをわーにして分針置く。でここ分針置いて、でここ分針置く。こうするともう前身頃の襟ここ切ったらもうそのまま使えますから、あと裾のここのところですね、ここを直に線引いてハサミで切っていこうと思います。下一直線で合わせて 48.5 のところ、ここも一番70センチ合わせてあるからここでぴったり測っていったら大丈夫。こっから 48.5 ここに線引きます。下から 6.5 こうやってクロスして、こっから 6.5 のところ、ここに印つけます。ここの中心 48.5 の真ん中は24、ここぐらいまでまっすぐ来て、真ん中から徐々に緩やかにカーブ描いていきます。フリーハンド不安な人はまっすぐちょっと線引いて、まっすぐ線引いて、なんとなくこの辺カーブで柔らかくつなげてってあげるといいです。ここね、ここの角からここまでまっすぐ線引きます。型紙の脇のここの点からここのさっき印つけたとこまで、定規足りなかったら2本使ってこうやってで沿わして動かしてあげるといいですね。でここまっすぐ線、これ縫い代込みの寸法です。よいしょ、こうやって、はい、縫い代込みの寸法、これでこの線の通り切っていくと前身ごろの出来上がりです。じゃあ早速切っていきますよ。よいしょと、ハサミでもローリングカッターでも何でもいいです。ちょろ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 、いい感じ、ね、少々気にしない。ちょっとずれた、また読んだはるわ。でここちょっといがんだら嫌やから長いので当てとこうか。よいしょ、こうやってこうやって、よいしょ、ここ生地合わせた時アイロン綺麗に割ってあります。その方が出来上がり綺麗ですからね。よいしょ、ほら、これで前身ごろができました。裾布の処理です。前と後ろ分けてありますけどやることは同じです。こっち輪になってるね、こっちも輪になってる、同じ輪から5センチ開けて3センチのタックを取ります。8センチ開けて3センチ、8センチ開けて3センチを4箇所取ってください。待ち針で押さえたら、しつけでミシン目、しつけ糸で仮で押さえておきます。ではこちらの布ができましたら、身ごろにこの身ごろね、この身ごろちゃんにこの裾を縫い付けます。タックは下になりますよ。ここを縫い付けます。その次に肩と肩、肩と肩を中表で縫い付けます。襟口と袖口のバイアスの始末もします。詳しいことは動画をご覧ください。その次にここのサイドとサイドを縫い合わせます。そして最後に裾を三つ折りにして完成です。それでは早速作っていってみましょう。身ごろの下の裾の切り替え布を2枚用意します。だいたい102から105センチ、多い目に取っといた方が足りないよりいいからね。それを2つに折りました。よいしょ、これね、これを2つに折りました。でこれを2枚用意して、下にも先に2つに折ってあるものの上に重ねます。別に1個ずつやってってくれてもいいですからね、ちょっとめんどくさいからいっぺんにやってるだけだから。ちゃんとこの辺丁寧にやりたい人は1枚ずつやってってください。ここね、きっちり今から裁断するからきっちり重ねるよ。
こういうカッティングボードとか机のヘリとかでライン合わせとくと綺麗に置けますからね。でこう重ししてずれないように。でここから28センチのラインを切ります。28のラインここです。よいしょ、4枚いっぺんだから1回、あ、切れてるね。はい、切れました。次、裾にここにタックを入れていきます。あのこうふわっとバルみたいになって可愛いようにするからね。でタック入れるので印つけていきます。あの図の通り輪から5センチ開けて3センチのタック取って、8センチ開けて3センチのタック取ってっていうのを4箇所印つけていきます。中裏に印つくようにしてこうやって挟みます。ここから5センチ開けて1,2,3,4 5センチ開けて線引く。で2枚いっぺんに全部印が入りました。タック合わせていきます。みんなタック取ったことあります？タック取りますよ。1枚ずつ分かりやすいようにしましょうね。ここに印あるの見えますかね。こう薄いけど両面チャコペーパーで印つけたからつくんですよ、両面に。今両面で4箇所の印をいっぺんにつけました。この3センチのタックのところ、この線とこの線合わせて外向きでこうやって指アイロン、こうタック、これタックですわ。表から見たらこんな感じ。3センチのところピュッと線引いて、で3センチのラインで合わせて折ると、真ん中向きに折っていこうか。だから輪のとこまで外から中向きに折っていく。今外からこっち向けて折ったでしょ。でここ輪に来たから今度輪に向けて折る。こっち反対折りになる。線と線を合わせて、はい、できたよ。はい、そしたら輪の中心にこっち向けてタックを折りました。で今待ち針で押さえてるところを簡単に手縫いでもミシンでもいいからしつけしておきましょう。カチャカチャカチャっとね。それを2枚用意してください。裾布のところタック仮押さえ縫いました。このタック寄せたところアイロンかけてきれいに押さえておきます。そうすると後のお仕事が断然楽になってきます。だいたいどれぐらいかな、5-6センチ、これぐらい、5-6センチアイロンしといてください。裾の始末するときに折り上げるので、やってきれいにやっておくと、いつも言いますが、こまめなアイロンはきれいにできるコツ。ポエ加減やのにアイロンだけはこまめにかけろって言いますね、私ね。まあ、ふわっとしてるのが可愛いんで、後でここ三つ折りにするから、その時にちょっと始末しやすいようにっていうことです。両方やっといてください。では次は、後ろ身頃からでも前身頃からでもいいです。身頃の裾に、この身頃の裾にさっきつけたこのタックの布を縫い付けていきます。身頃を中表、身頃と裾は中表で合わせます。だいたい中心と中心で合わせていきます。もしここでこのタックの長さ長いようであれば長い分切ってくれたらいいです。足りないようであれば、ここで取ったタック一つほどいて長さ合わしてみたり、ちょっとほどいてずらしてタックを3センチ取ったやつを2センチにしたりとか、1センチにして広げてここ合わせてあげたらいいですね。補修も簡単で、裾を合わします。普通のミシンの人はこの時にここの裾の上とジャンバースカート本体の下をジグザグミシンかけといてね。それで1センチの縫い代で縫っていきますからね。私はロックミシンだから、本縫いとかがり縫いがいっぺんにできるので、そのまま進めます。
半分取れた。こっちも同じように、でこの時にこれだけはみ出てますね。この分の長さをよいしょ、端っこぴったり合わせて長い分切っちゃいます。それができたらここを1センチの縫い代で本縫いして開いてアイロンかけて押さえます。はい、裾縫えました。縫い合わせてアイロンで押さえてきましたよ。大きいから見えにくい。タックは裾っかわね。でタックない方とジャンバスカートの裾を縫い合わせました。そうしたら今度は前身ごろと後ろ身ごろを合わせていくよ。どっちでもいいですよ。前身ごろでも後ろ身ごろでもいいから中表に合わせます。肩縫うからね。はい、中表で合わせます。じゃあここの肩と肩をこうやって合わせて1センチの、あ、普通のミシンの人はここジグザグミシン両方かけてから1センチの縫い代で縫ってアイロン当ててください。両方ね。私はロックミシンで1回で縫ります。やったー。ではここアイロンで綺麗に印つけときます。前身ごろと後ろ身ごろが出来上がったのでバイアステープで襟ぐりを始末していきます。まず作ったバイアステープです。こうつないで長くなってます。バイアスと身ごろを中表に合わせます。つなぎ目が前に来るといやらしいので、だいたいこう後ろのこの辺りに来るようにいつも持ってきます。まっすぐしときます。プチッと。こちらの平らな折り目がついていない方のところをここに合わせて待ち針打ってあげます。カーブに沿って細かく待ち針を打っていきます。はい、ぐるっと一周待ち針を打ちました。そして元来たところまで戻ったらこれぐらいで1センチぐらい、ここが端っことするとここまたいで 1,2 センチ多い目のところでカットしてください。チョキン。そしてここを 1,2 センチ折り返します。で最後の待ち針を打ってあげます。この最初のところをここに重ねます。こうしてあげるとこうやって折り返して縫うときに始末ができて綺麗になるからです。でぐるっと一周待ち針が打てました。そうしたらここ端から7ミリのところをミシンかけていきます。はい、ぐるっと一周縫えました。そうしたらここのところ 1,2 センチ間隔で切り目を入れてあげます。そうするとカーブが綺麗に出るからね。切り目入れるのはここ襟口とこのバイアスのところ、こんな感じで切り目を入れていきます。はい、切り目が入りました。ここね。そうしたらいよいよくるんでいきます。どこから始めてもいいけど、さっきのつなぎ目のとこ分かりやすいからついでにやっていきましょう。説明しましょうね。ここがさっきのつなぎ目です。基本的にはここの縫い目のこの縫い代をここで折ってあげて、でここアイロンの線ついてるでしょ。これで縫い代を包んであげます。それでこれを向こうに落としてあげるとこういう感じ。裏からもやってみるよ。裏が上です。でさっき縫ったのがここに見えますね。ここ縫い目、縫い目ちゃんを起こしてあげるとちょうどバイアスさんとこになるから、裏からだと縫い目を起こしてあげてバイアスの折り目でくるんで中に倒してあげます。それで待ち針。そしたらね、表から見ると綺麗になるから。それでこれをぐるっと一周できたら、この裏からミシン目見ながら端っこにミシンかけていってあげると綺麗な襟ぐりができます。やってみて。私もやる。こんな感じになります。
そしたら今度は脇いきます。袖口を始末します。また中表に重ねて襟と同じようにバイアスで始末していきます。と身ごろちゃんを上向きにしてバイアスちゃんの裏を上に向きます。1センチぐらいはみ出させてあげて脇に閉じます。でカーブに沿ってちょっとずつ小さく、よいしょ、待ち針を折っていきます。この辺作業は襟んとこと同じ作業になります。これを端っこまで続けます。ここなんで1センチはみ出るかっていうと縫ってから切り揃えたいからです。カットします。これ両脇ね、同じことね。はい、じゃあ待ち針打てたのでここから7ミリぐらいのところミシンかけていきます。7ミリぐらいっていうと、私いつも毎回言ってるんですけど、押さえの幅がだいたい5ミリぐらいなので、自分のミシンの押さえの幅測っとくといいですよ。その幅に合わせてこれが5ミリぐらい、6ミリぐらい、7ミリぐらいっていうのが、そのうち目分量で分かるようになりますから、いちいち溶接するときに縫い代印つけたりとか、それが一番手間暇かかって、こうやる気がなくなるんですよね。型紙カットしたり、変えたり、写したり。それが一番めんどくさいから、できるだけそんなことしなくていいように考えてご案内してます。今回もすごい作戦練りました。着物の生地でこれどうやって取ろうかなと思って。お伝えできるのが A4 サイズしかお伝えできないので、どうやって、どこまでやったらわかるかなと思って、いろいろ工夫してやってみました。最初に比べたらちょっと進化したと思いません？最初手書きで。消しゴムの消しか跡なんかも残ってるようなやつだと思う。パソコンになりましたよ。合い印も前より分かりやすくなって組み立ててもらいやすくなったと思います。なかなか裁断の仕方とかお伝えしようと思うのにノウハウがないので、自分で考えるしかないのでああでもないこうでもないと思いながらやってます。それでも皆さん分かりやすいって言ってくれるので嬉しいです。はい、縫えました。そうしたらこれも同じように1、2センチ間隔に切り目入れていきます。この時に余計なの切らないように、下の生地縫ったミシン目切らないように、トンチンチョンチンと、これはカーブが綺麗に出るからね。こんな風に全部切っていってください。端っこまで切れたら、裏がこっち見てるよ。またバイアスを起こしてこうな縫ったでしょ。でこの縫い目を立ててあげるんだよ。そしたらこのアイロンをかけてあるところがうまいこと蓋できるから、でこれを縫い目を軸にしてこうやってひっくり返してあげると綺麗なバイアス処理ができます。バイアス処理がねやれるまでね、無理無理無理とか思うんですけど、やってみたら大丈夫。一緒にね、ほら、そしたらこうやって綺麗になっていくから、これを全部こうやって縫い代を包んで閉じていったら、またここ 1、2 ミリ端ミシンかけていってください。それを両方やりますよ。はい、お袖襟ぐりと袖口が縫えました。今アイロンで押さえてきました。中表になっています。カーブかわいいですねちょっと満足。ここね、袖口もちゃんとカーブ、襟ぐりもカーブ、ちゃんと縫えました。次は両サイド、だんだん出来上がりが近づいてきましたね。脇の下から横縫っていきます。脇のところを押さえて、この切り返しのところで合わせて、それで下までまっすぐ1センチの縫い代で縫っていきます。普通のミシンの人はジグザグミシンをかけてから1センチの縫い代で下まで縫っていってください。あともうちょっと頑張りましょう。はい、じゃあ私はロックミシン4本ロックで一気にいきます。はみ出てるところはもうカッターで切れちゃうのでね、ミシンの押さえの横にカッターがついてます。めっちゃええやろ。それで一気に縫っていきます。はい、脇が縫えました。じゃあ次裾ね。裾、今中表で裏が上向いています。裾ここタック折ってあるでしょ、ね、
タックを折ってあるやつをそのままタックごと1センチの幅で三つ折りにしてください。これをぐるっと一周三つ折りにして端っこミシンかけていったら出来上がりです。やっていきます。1センチの三つ折り適当でいいからね。できました。裾縫えたよ。こんな感じ。早速仕上げのアイロンかけて着てみたいと思います。はい、できました。いかがでしょうか。いかがでしょうかって言ってる。こんな感じです。下切り替えやったんですけど、切り替えしなくても1枚でやってもよかったかな。今度それでやってみる。切りしてるやつで縦と横になったらもっと面白い感じになると思うけど、今日はちょっとこういうランダムな柄だったので横に切り替える意味がなかったですね。なんて言っちゃいけない。可愛いよね。可愛い可愛い。後ろこんな感じです。で、長袖にしたり半袖にしたり、いろいろ長い時期楽しんでいただけると思います。裾がボワーンと広がってコクーンになっててすごい気に入りました。これから撮影もこれでどんどんやっていきたいと思います。 L サイズとかサイズについてのご質問が多いので今日はざっとご説明します。私身長160センチで着丈がこんな感じです。膝下25センチぐらいになりました。背の低い方はこの下70センチとかって言ったところとか裾のところでご自分の好きな丈に変更して短くしたり伸ばしたりしていただいたらいいと思います。だいたいこれ出来上がりの胸囲が96から98ぐらいです。ここね。で、もっと横に広げたいなっていう方は今回さっきのやつにはなかったんですけど追加しました。サイズ調整線、これ見える？ここにライン引いときましたので、大きくしたい人はここで切って1センチ広げたら L サイズ、2センチ広げたら LL サイズになりますので、ここで広げて調節してください。前広げたら後ろも同じだけ広げてください。ここ1箇所1センチ広げたらこれが4面になるから4センチ広がるという計算になります。2センチぐらいかな、あんまりわかんない。要塞ちゃんと習ってないしパターンも適当なのではっきりしたことは言えないです。脇とかがちょっときつくなって、ここね、ここ広いのがいいわっていう人はまたここ伸ばしたら縁違うかなとか思うんですけど、その辺はごめんなさい、ちょっとよくわかりません。要塞習ったことなくって独学で適当にやってます。ごめんね。ちゃんとした人は自分で個人で楽しんでください。よろしくお願いします。でもインターネットやら本やらいろいろ読み漁って勉強しました。裾はこういうタックになっています。タックの向きなんかもよく質問されるんですけど、お好きでいいと思います。今日は真ん中に向かってこう折り込んでいく。それが外向きにも横向きでもとりあえず真ん中向いて折れてたらそれでいいと思います。可愛いと思う。面線でやったけど、もちろん大島とか他の布とか何でも可愛いと思います。もっと簡単なやつ今日は普通でしたね。めっちゃ簡単ってよう言いません。またいろいろやっていきたいと思います。よかったねって思ったら高評価していただけると嬉しいです。チャンネル登録そこポチ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 忘れないでポチってしていただけると頑張れますのでよろしくお願いいたします。今お見せした型紙はタイトルの下にビヨンって伸ばしていただくと LINE のお友達登録のあのリンクが載ってますので、そちらからリンクでお友達登録していただいてレシピとだけ送ってください。いや、他の点とか丸とか過去とかハートとかついてるとうまくお返事できないんです。自動応答なので、レシピとだけ送っていただけましたらこの型紙や今までアップした型紙が全部見れるリンク先をお送りしています。このタイトルの横についているアップした日付211106070807ぐらいになるかな。それでジャンバースカート JP ってなってると思う。ジャンバースカートの JP ってなってると思うのでダウンロードしてお使いくださいませ。今日は一生懸命作っててあんまり余計な話ができなくてごめんね。全然いらないとかっていうお声もありますが、うだうだ言うのが喋るのが好きなのでもっともっとおしゃべりしていきたいと思います。モモンガコートを作りたいのそろそろやっていきたいと思います。お待ちになっていてください。一貫張りのリアンでした。ありがとうございます。今日はバルーンになっているジャンバースカートでした。
どうでしょう。バイバイ。